コンパクトなカメラ、それをちょっと比較してみたいと思います。はい、皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。こうコンパクトなカメラいろいろありますよね。それこそ普通のコンデジから、まあ、ミラーレスになりまして APS-C、まあ、さらにペンタックス Q だとかいろいろこう小さいカメラってあったんですけど、じゃあそのフルサイズっていうこの小さい括りで見るとですね、おそらくとても小さいカメラって2機種皆さんなんとなくご存知かと思うんですよ。それの両方が今手元にあるので、まあそれをちょっと比べてみたいなっていうふうに思いました。で、本日の動画っていうのはそれをちょっと比較して、まあどういうふうな感じかなっていうぐらいのを皆さんにこうお伝えできればいいなと思って収録しております。はい、ではそのコンパクトなカメラそれぞれ紹介したいと思うんですけど、まず1つ目、これは最近私のチャンネルでよく使用しております α7C ですね。こちらまあちょっと私用途的にリグとこのベルトっていうのを組んでしまってるんですけど、まあ、これでこうベルトにこう手引っ掛けると簡単に落ちないっていうので、こう手持ったままブラ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 持って歩いて、そのまま動画とか写真とかですね、撮影とかに使用しております。まあこの使い方って結構私今気に入ってまして、ストラップをかけたりするこの圧迫感からも結構手離れできるのでいいなと思ってますね。はい、でもう一つなんですけど、これも皆さんまあなんとなくお分かりになると思うんですけど、シグマさんのですね FP シリーズですね。これ私の所有しているシグマ FPL のボディになるんですけど、こちらがおそらくそのこのまま持ってると世界最軽量最小のコンパクトなミラーレス一眼、さらにフルサイズのボディになると思います。はい、ではですね、この2つをまあ並べてみた時にどれくらい大きさが違うのかなってまず見ていきたいと思います。まあ、このリグの分があるんですけど、まあ、こちらもまあグリップはついてますね。そういったことを考えて並べてみてもですね、まあ、下の面で合わせてみるとこのようにですね、高さって意外と変わらないんですよ。リグの分がないっていうふうにお考えくださいね。このような感じです。はい、で横幅っていうのも、まあ、ちょっと FPL の方が乗っけやすいんであれなんで、このような感じですね。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、 FPL のグリップが装着されてる状態だとほぼ一緒のサイズ感です。高さも横幅も。これちょっと意外、並べてみて意外だなっていうふうに私今思いましたが、そのシグマのコンパクトなグリップであってもこれ装着されることによって実はそんなに α7C とサイズ変わらないですね。こんな感じです。はい、でこのパッと持ってみた感じの重量なんですけど、レンズがついていないっていう前提で考えるともう明らかに FPL 軽いですね。もうなんか持ってんの持ってないのぐらい、っていうか ZV-E10 と感じ、持ってる感じそんな変わらないかもしれないです。それぐらいこのコンパクトで軽いフルサイズってことを考えると、まあなかなかやはりすごいですよね。あと反面なんですけど、そういった考え方をしてしまうと全然重くはないですよ。重くはないんですけど、比較をするってことを考えると、このグリップがですね、低いっていうことだけで、逆にこの α7C ってこのベルトがないと重たく感じますね。ベルトがあってこう手に引っ掛けてるんだったら全然重くないです、正直。とっても軽くてコンパクトなボディなので。ただ、こうパッと持った時に、この深みとかそういうのがないので、本当に指先だけでこう押さえなきゃいけないんですよ、こういう風に。あとこのリグを組んでるから小指も使えますけど、リグを組んでない状態だと小指がスカスカになって遊んじゃうんですよ。そうすると実質、この2本でボディを支えてシャッター操作で人差し指って感じになるんですよ。で後ろ側の出っ張りっていうのもあんまりないので、親指を引っ掛けておく場所っていうのもないじゃないですか。そうするとそのオートフォーカスの操作をしなきゃいけないよね、こちらですね、オートフォーカスの操作とかをしなきゃいけないよねってなった時に、もう完全にレンズが装着した状態でこの2本指だけで押さえなきゃいけない、まあ、あとは左手を添えるとかそういうパターンになってしまいます。そういうことを考えると、この α7C っていうのがパッと持った時に若干重く感じてしまう理由の一つです。ただそれはこのシャッターボタン半押しとかで対処いろいろできたりとかもするので、まあ要は考えよう、使いとか使い方とか、そういうその人の捉え方ですね。でまあその発想で言ってしまうと、この FPL 自体っていうのもこの AEL のところにオートフォーカスの機能を割り当てることができるんですけど、それをやってしまうともう本当無理ゲーなんですよ。こうフルサイズの重たいレンズがついた状態でこの指だけで支えられるかというとほぼ不可能で、かなりこう無理な操作をしないとオートフォーカスの操作ができなかったので、私は今このシャッター半押しだけに設定してますけど、まあ、FPL だとこういう感じになります。で FPL 確かにコンパクトで小さいですよねっていうのがあるんですけど、
じゃあこれアルファ機と比較してどうかっていうことをざっくりと言っていっても、まあ実際のところ、まあこちら FPL なので画素数は約6100万画素、まあすごいですよね。でもボディ内センサーシフト式の手ブレ補正はついてないです。なので写真を撮影するときっていうのはほぼその手ブレ補正のない、まあレンズによってしまうんですけど、あまりこの L マウントに手ブレ補正内蔵のレンズって選択肢が多くはないので、それを考えて運用しなきゃいけないです。で、6100万画素もあるので、その手ブレっていうのにとてつもなく敏感なんですよ。なので本当にいいなって写真撮れる率っていうのはこのボディだと高くなかったですね。に対してこちらは2400万画素っていうそこそこの画素数に対してセンサーシフト式の手ブレ補正が内蔵されてる。で、さらにこのレンズっていうのにも手ブレ補正が内蔵されてるものが多いですね。このアルファ機、E マウントですね。なので、そういうふうに手ブレ補正が両方についているっていうふうな運用でしていくと、結構強力に手ブレ補正効いてくれます。で、またアクティブ手ブレ補正が、これにはついてないんですけど、まあ、あのカタリストブラウズとか、あとは動画編集ソフトの手ブレ補正とかで、手ブレ補正を、まあ、手ブレを抑えてくれる補正ですね。そういったものをかけることによって、いくらでもこう抑えることができるので、サイズ感に対して手ブレ補正が内蔵されている。で、さらに2400万画素ぐらいだよっていうのはとても運用がしやすいですね。はい。で、あともう一つちょっと皆さんにこう、お伝えしてないやつが、厚みなんですけど、ほぼ一緒なんですよ。このように、ほぼ同じぐらいの厚さ。若干ですね、若干 FPL の方が薄いかなって感じはあるんですけど、じゃあこちら、若干というか、まあ、こう比較、よく比較すると FPL の方が薄いです。ただなんですけど、こちらはバリアングル液晶ですよね。で、さらにファインダーも内蔵じゃないですか。で、FPL ってファインダーがないんですよ。電子ファインダーが。じゃあそれを装着するとどうなるかっていうのをこの後ちょっとお見せしたいと思います。はい、お待たせいたしました。今ちょっと装着がなかなか大変なのでまあ装着していたんですけど、 α7C がこの大きさですねに対してこの上にちょっと FPL を乗っけますけど、ファインダーをつけた FPL って こんなでかいんですよ。わかりますか、このこれリグとグリップの位置に合わせて横幅がこれだけ大きくなってしまいます。この位置ですね。で、さらに高さで見ていただいても、この底面をリグの位置に合わせて見てもファインダーの分このように上に飛び出ちゃうんですね。ちょっと私の顔を後ろにして、これだけ高さってのは違うんですよ。はい、こうファインダーを装着した状態だと実は超巨大なミラーレスになるんですよ。はい、ただですね、こちらファインダーってことを切り取って説明すると、正直ですね、この α7C のファインダーっていうのは、まあ、あの実用的かどうかで言うと本当に緊急用だなぐらいのイメージです。もちろん見たりとか撮影したりとかには困らないんですけど、覗いてみると分かるんですけど、やっぱりこうサイズがとても小さいんですよ、倍率っていうのかな。で、あとはそのアイカップがつかないんですよ、構造的に。まあつかないというかつくとは思うんですが、純正では準備されてないんですよ。なので、こう目にこう当てて撮影っていうのが基本的には不可能なんですね。こうまぶたにこう当てるぐらいだったらできるかもしれないんですけど、そうするとまつげとかそういうのが入ってしまって、まあ、まともに見えなかったりとか、むしろ目が痛いとかって感じにしか使えないんです。そういうことを考えると、この α7C はファインダーがついてくれてるけど、じゃあ実用的なのっていうと、まあ緊急用だねぐらいのイメージなんですね、私がこう使用した感じでは。はい、それに対してなんですが、この FPL のファインダーはとてもとてもいいです。もう中を見てみても、その表示されてるサイズもとても大きいですし、色合いとかその他っていうのもとても綺麗に写ってますね。で、さらになんですけど、このように大型アイカップっていうのがついてるんですよ。こう今ついてるやつにもかなり大きいタイプの。で、まあこれを装着すると目に当てても、まあ本当こう目にペタッとつけても全然こうなんともどこにも干渉しないで、しっかりとこう周りから光入るのも防げるぐらいのしっかりとした作りになってます。で、この標準についているやつは若干厚みは薄くはあるんですけど、この眉のあたりにですね、こう当ててしっかりと像を確認することができるんですよ。まあ、こういうことを考えると、この FPL のこのファインダー、ビューファインダーですね、とてもいいとも思います。ただとてもでかくなります。さらに手ブレ補正がついてないです。
ただまあこう比較していくとこの FPL 全然ダメじゃないかって思われてしまうかもしれないんですけど、写真はこう綺麗に撮れるとき、もうバッチリと決まったときっていうのはこの FP シリーズ FPL でしか表現できないって写真っていうのもいっぱいあると思うんですよ。なんかあの他に私こういろいろレンズ、シグマスのレンズ大好きで所有してるんですけど、まあ例えばあの105の 1.4 っていうもう化け物みたいな単焦点レンズがあるんですが、そちらでこうバッチリ決まった写真とかっていうのは FPL でしか撮れないなっていうぐらいこうすごい世界観のある写真が撮れたりもするんですね。であとは動画の方もこの SSD を外部に出力しながら、そちらでこのカメラ単体で SSD に録画できるんですよ。あとはさらにこの SSD に接続して録画を収録する際はちょっとあの非圧縮形式の動画ファイルで録画できたりとかもするんです。そういったことを考えるとこの FPL っていうのはハマる人にはもうとってもハマるカメラだと思いますね。やはりこのコンパクト小さいよっていうのはとてもいいと思います。でもう一つとても FPL の強いところありますね。それは熱暴走ですね。熱暴走とあとは防塵防滴機構、もうこれはあのほぼ完璧といったらあれな、完璧かどうかちょっとわからないんですけど、かなりこうしっかりとしたボディのシーリングの製作がされているみたいで、まあ水がちょこっとかかったぐらいだとなんともないらしいです。さらにそのホコリとかっていうのも入りにくい構造になってるし、で熱暴走ってことを考えるとこのディスプレイの後ろがもう放熱する形状になってるんですよ、このように。なので熱暴走というかこのボディ自体がそこまで熱くなったことっていうのがほぼないですね、この FPL って。結構使用してるんですが、そういうことを考えるとソニー機に関しては α1 を含めこの ZV-10 とか ZV-1 とか α7C とか熱持っちゃうとすぐに録画ができなくなってしまいますね。でまたその 4K だとかになってくるとボディがかなり熱くなるなっていうのはすぐわかるんですよ。その熱とかそのボディの頑丈さとかっていうことを考えると FPL の方が若干分があるかなと思いますね。はい、このようにですね、FPL ってもう国内のこのカメラの中でもとてつもなくこう尖ったカメラだと思います。それに対してこう万能性のある α7C、まあ、正直比べるのもどうかと思うんですけど、実際のところそのコンセプト的にはコンパクトなカメラですよっていう二大巨頭になりますので、本日このように動画を収録させていただきました。まあ、FPL 本当にこう作りとしてはいろんな こだわり感じるし、とても挑戦的なカメラだなと思います。まあ、ただそれゆえに万能性っていうところで見るとどう考えてもこの α7C の方が上だなと思います。なので刺さる人にはもう絶対こっちで、あの幅広く使いたいなって場合にはこの α7C 含めその他のミラーレスカメラがいいんじゃないかなって感じましたね。あとこれ最大の問題点がもう一つあって、フラッシュのシンクロ速度が確か15分の1とか30分の1秒ぐらいまでなんですね、シャッター速度が。それを考えるとフラッシュを使って綺麗に物を撮りたいってことを考えると、まああの ISO 感度を含めなんかむしろこの ND フィルターを写真でも使わなきゃいけないんじゃないかなとか、被写体が動いてると無理とかそんな感じになってしまうんですよ。そういうのを考えてもやっぱりこの写真を撮るってことを考えたら α7C の方が優秀ですね。はい、本日はこのようなすごく特徴的なカメラっていうのを2台比較させていただきました。まああの FPL 使っていってみてとてもいいなとは思ってるんですけど、やはりとても癖が強いです。まあ、このようにですね、比較検証みたいな感じな動画になりましたけど、他の動画っていうのをちょっと何かこういう写真撮れますよ、動画が撮れますよっていうのを本日は入れてないんですけど、このような違いがありますっていうのを説明させていただきました。はい、こちらのチャンネルでですね、このように私の所有しているものをメインにいろいろとこのように紹介させていただいております。で、このように動画や写真、オールドレンズとかっていうものを一緒に楽しんでいっていただける方は、ぜひチャンネルのご登録をお願いいたします。で、また私の励みになりますので、グッドボタン、あとは気楽にコメント等でコミュニケーションいただけると嬉しく思いますね。まあ、この FPL とってもいいんですけど、まあ、用途を選ぶ。ただこれじゃなきゃダメだっていうぐらいこれが好きな人っていうのもいると思うんですよ。センサーとかっていうのもありますし、あとはこの6100万画素の割にはリーズナブル。ただ α7、R4 ですね。それがだいぶ値下がりもしてきているので、その辺っていうのをこの皆さんどう考えるかなっていうのも好みによってくると思います。で、あともう一つあった。こちらセンサーの汚れとかホコリとかっていうのを払い落とす動作が一切できないんですよね。センサーシフト式でも何でもないので。そういったことを考えてもこう綺麗に使っていくよ。センサーにゴミをつけたくないよって言った時にもこの α7C の方が優秀かなと思います。で、さらに α7-4 になるとレンズ交換時にそのシャッターを閉めてくれるような便利機能とかっていうのもついてきてるので、この辺っていうのは FPL じゃ対処できないのかなって思いますね。
はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またこう別に何かこう比較検証、またこう私の思ってることっていうのをお伝えできたらいいなと思ってます。はい、ではありがとうございました。失礼します。